混雑していきます。たった今人工衛星2000機程度飛んでるんですけれども、今周波数の申請大体これぐらい今後どれぐらい打ち上がっていくかで分かるんですけれども、おそらく10年で4万6000機ぐらい打ち上がっていきます。宇宙に参加している国が増えてるし、民間の参入も増えてるし、1社あたりがもう数百数千機と打ち上げる時代になってきてます。加えて有人です。これがまた新しい動きなんですけど、たった今宇宙にいる人は6人です。国際宇宙船で6人いるんですけども、これに民間を参入して、例えばこのバージンギャラクティックというのはもうまさに旅客、宇宙の旅客をやっていくわけですっていうのが何社もありましたし、この間はスペース X というまあ民間の会社が人を国際宇宙船に運んでいるような時代になってきました。で今度はトム・クルーズが乗っていくというふうに言われております。映画をミッション・インポッシブルを宇宙でやるというのが今進んでおります。左手にございますのがですね、デブリ捕獲衛星、実際に宇宙ゴミを捕まえる衛星でして、まあ、我々の、技術の塊になってます。1から100まで我々で開発した衛星でございます。で右側がですね、デブリ、持ったことが第1段階目で、第2段階目はですね、ぐんと難易度が上がりまして、デブリ模擬衛星を離した後にですね、実際に宇宙ゴミが取りうる最悪の回転速度、ほとんどリモートで試験作業ができるように、環境を整えて、きました。それはそうですね、はい、かなり厳しいと思いますって言っちゃっていいかな、すみません。いや、それはそうですよ、はい、岡田社長に任せていただいて、まあ